にちは。ダイエット&ボディメイク、本命ボディメイクスタジオのパーソナルトレーナーマリです。この動画は、ただいま募集中の全国どこからでも参加可能ダイエットグループ講座、美食同源についての説明動画です。今、LINE アットから結構ですね、お問い合わせとか、詳細のご質問とかいただくんですけれども、ちょっと多すぎてご対応できない部分がありますので、その点などを含めてまとめてまるっと美食同源についての説明動画を撮ってみました。どうぞ。それでは美食同源について説明していきます。美食同源とは、私プロのトレーナーであるマリが指導いたします。で、アンチエイジング、その要素を兼ね備えた老けないダイエットです。で、習慣化を4ヶ月で作ってもらうことで脱おばさん体型を目指していただきます。今あなたのその体っていうのは、まあ、痩せたいとか、あ、太ってるわとか思っちゃってるかもしれないんですけれども、ちょいちょいちょいと書いていただきますと、誰が作ったかって、あなた自身が今までの習慣作ってきたものなんですね。で、太るには理由があって、痩せないことにも理由があって、変われることにも理由があります。主に挙げられるのはやっぱり食事、運動、動くことですね。と、ライフスタイル、いろいろな習慣です。じゃあ、ここで提唱している老けないダイエットは、それらについての美食同源的アドバイスを行い、それをさらに習慣化、サポートすることで、美しい体を自分自身で作る、かつ自分の中で一番最高、大好きになるような体を作っていただくことが目的です。で、美食同源グループ講座、こちらの内容なんですけれども、概要としては、全7回の講座で成り立っている期間としては4ヶ月間です。で、実践的な座学を講座の中ではお伝えしていきます。オンライン生は、Zoom という無料のテレビ電話で講座を受けていただきます。で、グループ LINE で24時間質問はし放題であることと、4ヶ月間きっちりと食事、毎日指導いたします。あとは、そのグループ LINE 内で随時痩せるコツであったり、老けないコツをお伝えしていきます。で、私はトレーナーですので、エクササイズの方、動いていただきます。エクササイズの方はフォームの指導がありますので、個別でやっていきます。こちらも Zoom を使用します。通学生の場合は、講座の時に各自行っていきます。で、欠席された場合は、講座の動画にて学習が可能なようにしてあります。かつ、私も、個別でフォローもいたします。もうすでに、ね、申し込まれている方は、多分一回もそう参加できませんっていう方がいらっしゃいます。じゃあ、そんな美食同源のダイエットで変化した受講生様たちを少し一部だけご紹介させていただきます。この方はすでに卒業されたゼロ期生といいますか、 S さん、30代の会社員の方です。完全オンラインでやってます。で、最初やっぱり、30歳を超えたら本当に体が変わったとか、もうおばさん体型になってしまった自分が嫌だとか、あと毎晩寝る前のアイスが日課だったとかおっしゃってたんですけれども、そんな S 様でも私でも変われたっていうふうに最後はおっしゃってました。ずずずいと数字の方を見てみても、4ヶ月でマイナス 8.2 キロ、体脂肪についてはマイナス 7.2%、大きいですね。オンラインですよ、オールオンライン。で、まあ数値よりやっぱり見た目ですよ、女性ですから。ビフォーアフターですね、の正面と後ろ、明らかですけれども、お腹周り引き締まりましたね。太ももムチムチ感が消えました。膝下もすっきりして、後ろ姿もう一目瞭然なんですけれども、ちょっと一回ご自身の背中の鏡で見るんじゃなくて、お写真撮ってみるといいと思います。結構へこみます。おばさん体型だなって大体皆さんがっかりされます。背中のお写真撮ると。
で、まあ、これ S さんご自身で見て、めっちゃおばさんやな、みたいなことをおっしゃってました。けれども、肩甲骨もすごく綺麗に出て、このくびれのライン出てきましたね。ヒップもキュッと上がって、後ろから見ても太ももの隙間であったり、膝下のムチムチ感、綺麗に変わりました。で、S さんは一部なんですけど、すごくたくさんいいこと言ってくださったんですけれども、まあ、この美食同源の講座を通してダイエットのイメージが変わったとか、もう10年ぐらい前のパンツが履けたとか、スキニーの。あと、この方ですね、1週間に1回ぐらいの便通がザラっていうぐらい、便秘の方だったんですけれども、便通が毎日になりました。やっぱりね、中身から変えていくって大事ですね。で、お肌褒められる機会が増えて、自分の体が好きになった。これ一番嬉しいですね。で、2018年今年は夏に水着を着るそうです。なんかとにかく毎日幸せっていうところをすごく言ってくださって、とっても嬉しい卒業生です。さあ続いて、美食同源1期生、今まさに受講中で今月末に卒業の方の一人です。M さん、30代です。お二人お子さんをご出産されてますよ。で、こちらビフォアの写真なんですけれども、まあ痩せてますよね。なので、周りからはダイエットなんて必要ないって言われてきたんですけれども、やっぱり自分は気になるんですよ、女性って。で、もちろん私は、ガリガリの方とかは OK できないんですけれども、ご本人が気になさってるようなスタワーの部分であったりとか、この腰肉の部分であったり、お尻下とかもも外、そういう部分を、変えれるなっていう部分は事前のご相談で、思っていたので、よいしょ、数値的には体重は全然2キロぐらいですね、約変動してますけれども、で体脂肪を 3% ぐらい落としました。で、今はもうね、キープに入ってます、ずっと。で、さっきも説明しましたけれども、下腹がまっすぐになって、こう、芯がある体になりましたね。これがお食事だけだとダメなんですね。やっぱり、エクササイズとか体のことをもう少し加えていかないと、芯のある体っていうのはできないですね。で、もも周りの部分もスッキリスリムになって、背中の部分、気になさってた腰肉、滑らかになりました。お尻もキュッと上がって、足が長く見えますね。で、太ももも綺麗に隙間ができてます。ね、背中もすごい綺麗になってるんですよ。で、エミさん、すごいのが、リアルタイムで講座を受講されたのは、今のところ6回終わってるんですけども、その中で1回だけです。でも、さっきも言ったみたいに、動画のフォローがありますので、そこの部分きっちりやってもらって、ちゃんと課題等もクリアしていって、この体を得ることができています。で、健康的に美しくなりそうですって、最初の、なんかこう、中間地点の頃かな、これ、お正月の頃かな、言ってくれてたりとか、あとね、1、2キロがどうしても痩せなかったのにっていう、ちょっとわかりますね。こんなに変わるなんてびっくりとか、苦しいとか我慢なしで目標達成できましたとか、結構 M さんに対してはですね、もっと食べてくださいと言ってました。で、自分のお腹や足を触るのが好きになった。すごい嬉しいですね。で、気持ちは前向き、体型もスッキリ。で、もう維持できますねっていうのを結構話してます。いいですね。はい。もう少しだけ今通ってる1期生についてです。ゆうさん30代、通学生の方です。会社員ですね。この方のすごいのはほぼ外食です。ほぼほぼ外食だったり、まあ、買ってきたもの。あ、コンビニとかはほとんどこの方いらないんですけれども、でも買ってきたものか外食みたいな形ですね。それもやっぱりフォローして、こういうお店どうですかとか、リンクも送ったりとか、調べ方とか、細かくフォローしていて、もうね、すごい上手いです。やり方が。慣れてきました。なので、ほぼ外食ですが、マイナス 7.3 キロ、
マイナス 5.4% っていうのが、今週2月の半ばの数値かな、最新の数値かなです。で、こういう感じのお食事なんですけれども、言ってくださっているのは、美食同源はすごくお買い得な買い物だったと思ってますと。やっぱりね、自分でやっていくノウハウっていうのを習得できたのが大きいみたいですね。で、もちろんこれだけ数字が変わっているので、防寒用のタイツをパンツの下に履く余裕ができましたと。昔履いてた、スーツとかが着れるようになったとか、すごい嬉しい報告をいっぱいもらうんですよ、ゆうさんも。ちょっと嬉しいですね。さあ、お次の方。S さん、30代の働くママです。お二人お子さんがいらっしゃいます。でですね、去年の11月に参加され、開始した美食同源規制なんですけども、参加時は。産後11ヶ月だったので、授乳中でした。まあ今も授乳中です。ですので、すごく最新でケアしながら、特に最初の頃とかはお食事抜かないで、そんな安易なことしないでとか、これを食べてこの比率とか、すごく注意して、見てました。で、今とっても健康的に、体重の方もマイナス 4.9kg と、体脂肪マイナス 6.1%。安心してください。母子ともに健康です。で、ですね、オンラインの方なので、九州地方にいらっしゃいます。今日も、朝一でズームのフォームの指導してました。なんかお尻が痛いですとか。教えてくれましたね。で、いつもね、今1歳ちょっとになった子なんですけれども、一緒に参加してます。めっちゃ、もう4ヶ月の成長を見てきた感じです。で、そんな、とても綺麗にね、変わられている S さんなんですけれども、以前より自分に自信がつきましたとか、最初ダイエット目的で始めたけど、すごくいろんな変化あったので、こんなに気持ちが変化があるなんてっていう風に。おっしゃってくださってます。そうなんですよね。体が変わるとやっぱね、女性は本当に意識とか自信がつくんですよ。さあさあ、こんな変化されてる受講生様たちが受けている美食同源とはじゃあどんなものなんですかっていうと、簡単な概要です。講座についてです。要はやっぱりアンチエイジング的ダイエットを主体にしてます。で、ちょっとだけ言いますと、美食同源的ダイエットのマインドセット。まあ、ダイエットの心得みたいなところですね。あと、まあ、体重、体脂肪、運動、毎日の体重測定の無意味さが、太るには、老けるには、糖化の仕組みとかは仕方。あと、まあ、重要ですね。美食同源的食事について。果物とか果糖って糖質制限とかだとなんかね、敬遠されがちですけども、本当に敵なのか味方なのか味方にするにはどうしたらいいのかとかですね。太りにくいダイエット時のスケジュール管理の仕方、これ維持する上でも大事です。これやれるとようになると本当に人生楽です。で、入浴と睡眠で太りにくく、老けにくい体づくり。発酵美人の作り方、塩麹、カカオ編。これ、褒めボディメイクとして、講座として出してるものですね。オンライン生の方は、塩麹は一緒に、やって動画見ながらね。で、カカオ編については、個別にお送りしてます。きっと。で、一斉に動画で、講座のリアルタイムでやりながら、カカオについては教えております。通学生については一気に、これはワンデーでやります。まあ、老ける、錆びるの原因は、などなど、ちょっとね、いっぱいありすぎて、ここでは載せきれないんですけど。あと、これ結構ね、重要なんです。特典動画、オイルマッサージを載せてます。美しいデコルテラインや、鎖骨ラバーなので、鎖骨とか、まあ、バストラインとか、で、くびれ、女性は好きですよね。くびれの作り方とか、美脚の作り方。これやると本当に翌朝全然違うとか、自分の足の柔らかい硬いとか、ここが冷えてんだとか、やると本当に一番違うなっていうのは足ってみんな言ってます。じゃあ食事の指導ってどんな感じでやるの？講座ではもちろんやるし、フォローもやっていくんですけれども、グループ LINE の方で毎日の食事、アルバムに入れていっていただきます。
で、都度フォローします。なんかここだと、まあ、グッド、ドノンって来たとか、懸命おにぎりとか、とか、なんかアドバイスが、パパパと各自の文が、初期の頃とかはね、特に慣れないので、毎日、こういうコメントしていきます。後半は、気づいたところ、ポンポンポンと言っていく程度です。皆さん慣れてくるのでね。で、で重要なのが、全員均一にはしてないです。個々人で違う配分指導でやってます。やっぱりね、体とライフスタイルが違いますので、そのタイミングに合った分量と、あと変化を見ながら、ちょっと変えたりとかしてます。なので、個々人でもちろん配分による違うアドバイスもするし、まあ、ライフスタイルが違うと、アドバイスのやり方も違うんですよね。で、もちろん、完全糖質オフはしません。で、炭水化物っていうのは、ただ管理はしていきます。コントロールはしていただきます。適時適量です。で、受ける太るの、そういうものは排除していきます。で、綺麗に痩せるためには、維持するためにはっていう食事を日々使用していきます。あとですね、卒業後のことまで、私は結構念頭に置いてます。で、卒業時にはこういう風になったらこういう配分でやってってねとか、こういう数字になったらこうやるといいよとかいうのは、一旦お渡しします。で、これらを4ヶ月やることによって、気づいたら自分で自然と選べるように、もう自分でちゃんと自分の体が管理できるようになっていただくことが目的です。さあ、グループライン、お食事だけではないです。なんか、数え上げたらキリがないんですけれども、まあ、いろんな痩せコツとか老けないエッセンスを伝えていきます。なんか、どういう選択をしたらいいんですか？その理由は？とか、課題とか指導についても、これ、はーいとかいろいろみんなね、OK とか入れてくれてますね。あと、まあ、これ筋肉と脂肪の写真ですけども、体についてとかも適時に入れたりとか、あと、ざざっと、ブログにあげるまではなんかこう記事にできてないようなものでも時短レシピをパパパとこうするとこうすると美味しいよとかやるといいよとか伝えてます。で、エクササイズ重要ですね。個別指導をZoomでやってます。無料のテレビ電話アプリです。で、これも食事と一緒。個々人でプログラムは違います。で、だいたい30分から1時間ぐらいかな、なんか、かけてやってます。だいたいこれはね、講座の後半のところで注力していく部分です。で、聞かせるためには、やっぱりすごくフォームを見ていきます。で、それもやっぱり各自のタイミング。で、もっとここの部分、こうしてっていうステップを踏んでね、人は一回言っただけとか、動画を見ただけでは、なかなかね、できないんですね。正確なフォームとか。なので、それをずっとフォローしていって、卒業したら、ちゃんと正しいフォームで続けていけるように、形をまずは作っていきます。このフォーム指導ですね。で、なんかまあよく、近瀬さん、ズームの指導が終わると、お尻と足が笑ってますとか、何も使わないでもこんなに効くんだと、言われますね。ダンベルとか何か器具を使うってことは、ありません。お持ちの方がいたら、これ使うとこういうやり方やるといいよっていうところもお伝えするんですけども、今回の方たちでダンベル持ってる方はいらっしゃいませんでしたので、自重でやっていただいてます。さあ、ここから私の装いも夏仕様に変わりまして、すでに2期生は卒業、2期生が残り1ヶ月、3期生の募集を開始しておりますので、ここからは3期生募集に関してです。さあ、それでは1期生卒業時の変化を2名様ピックアップでお見せしていきます。S 様、九州からオンライン参加の方です。お腹がポコリして、二の腕も気にされてて、お尻はもうなんか遺伝で絶対変わらないっておっしゃっておりましたが、卒業時にはスッキリとした二の腕、お腹もぺたんこ、腹筋の筋も入ってきましたね。下半身もしっかりきれいに変わって、お尻は小尻か上の方にキュキュッと上がりました。で、A 様、こちらの方は関東からご参加で、通学生のクラスとして通ってくださいました。お子さんが3人いらっしゃる方なんですけれども、猫背気味だった姿勢も、綺麗にまっすぐなって、
二の腕周り、肩周りが華奢に見えるようになりました。お腹周りもすっきりとまっすぐになって、前ももの張りも軽減、お尻もキュキュッと小ずり化しました。一期生、ご卒業から2ヶ月経ちましたけれども、みんな、ヒアリングしたところ、ちゃんと体型を維持しているであったり、彼氏ができましたというご報告もいただきました。いいですね。さあ、2期生、現在取り組んでいるところです。残り1ヶ月。で、こちらの、変化は、2ヶ月折り返しの時のものです。関とタイから参加してくれてる A ちゃん。の子もお腹がちょっと出っ張って、反り腰気味になった部分が、キュキュキュと今ですね、変わってきたとこです。今はもっと変わってきてますよ。前ももの張りもなくなって、太もも細くなりました。二の腕もスッキリしたので、ノースリーブ買ってきてくれています。いいですね。さあ、関東からオンライン参加の M 様。この方も二の腕スッキリと姿勢が綺麗に整っているので、バストトップ位置も上がっていますね。お腹周りもスッキリと下っ腹もまっすぐになりました。前ももの張りも軽減されて、お尻上にキュッと上がってきましたね。下の部分がスッキリしてきました。すごく綺麗に変化されています。さあ、育成残り1ヶ月、みんな頑張っていきましょう。さあ、そんな美食同源、3期生の募集に入っております。美食同源期間は4ヶ月間、講座の方は全7回です。実践的座学を学んでいただきながら、グループ LINE で24時間質問し放題、4ヶ月間食事の指導であったり、随時痩せるための習慣化、綺麗な体づくり、つけない体づくりのポイントをお伝えしていきます。で、エクササイズの方は個別指導で、Zoom というオンラインシステムを使って行っていきます。で、奇跡時は講座を動画で配信いたします。わからない点などはまた個別でフォローを行っております。3期生については2クラス準備しております。日曜クラスオンラインのみ。水曜クラスはオンラインまたは通学生で募集しております。で、オンラインの方はすでに数名お申し込みいただいておりますので、残席4のみになっております。お急ぎください。で、早めにお申し込みいただきますと、今はまだグループに移行していなくてですね、個別でフォローを行っていて、お食事であったり、日々の習慣を先に整えて痩せれる部分は、サクッと夏までに痩せていこうという形でやっています。さあ、こんな美食同源、まるっと含めて、試行料は23万円、税別になっております。そして、3期生のみの特別価格、6月25日の20時までのお申し込みで、試行料を22万円ジャストでご提供させていただきます。先ほどの正規価格と比較すると、3万9200円お得になっております。こちら、本当に最後の夏の体作りの大きなチャンスだと思ってください。お待ちしております。さあ、美食同源。Bloom your body, your life is blooming. 花咲くように輝く。そんな女性の体づくりを応援しております。食と運動、ライフスタイルがあなたの思考と行動を作ります。そして、それは女性らしい体づくりにつながっています。そんなコツや習慣化、美食同源で学んで一生老けない体づくりを体感、習慣化していきましょう。では、お待ちしております。